ヤセンさん、お疲れ様です。お越しいただきましてありがとうございます。まあ10年一昔と言いますけどもね、確かに10年経ったんだなと思います。私がネットビジネス始めて本当ちょうど10年なんですよ、今月で。その10年の間に気づいた資産っていうのはそれまで考えられないぐらいのものでしたよね。まあなんせね、経費がかからないってところが一番なんですよね。で、吉谷さんも随分と稼げるようになりましたし、私もね、徐々にですけども稼げるようになって、まあこうやって隠居暮らしをしているところで、まあ、本当になんかこう今日もお会いできてお話できてよかったですね。まあ顔出しするしないっていう問題もありましたけども、まあとりあえずお疲れ様でした、ありがとうございましたというメッセージをこの億万長者合宿のリレーでお届けさせていただいております。ではご安全に、ナミさんによろしく。新潟万歳。